それでは次のご講演まいります香川乳腺クリニック院長香川直樹先生ホルモン療法は続けるべきですかというテーマです先ほどあの私がダンスを間違えちゃって頼りにしてたのにと香川先生に責められてしまいました間違えちましたっていう感じでございますすいません失礼をいたしましたそれでは香川先生講演の方よろしくお願いいたします皆さんこんにちは 香香川川乳腺ククリニックの香川です、えー、ダンスと歌楽しんでいただけたでしょうか <laughs> あのまるでお母さんに見に来てもらった幼稚園児のように非常に緊張しました、えー、やっとリラックスして講演ができると思います、えー、とき今日のテーマはですねホルモン療法は続けるべきですかということについて、えー、こういう質問について答えを出していこうと思います イエスでですすね続けるべきですこれについて勉強するためにホルモン療法って何かどのぐらい効果があるか自分が飲んでる薬とかはですねそれからホルモン療法の期間はどのぐらいするのがいいか、えー、10年って最近言いますけど、えー、どういう人が10年必要か何で10年かなっていうことですねそれから、えー、ホルモン療法と長く付き合っていくために 副作用をよく知って、その対策もしないといけないという内容についてお話ししていきます。えー、乳がんって女性ホルモンがね、関係してるっていうのは、よく皆さんご存知だと思います。えー、どういうふうに関係しているかというのをおさらいすると、閉経前は脳から卵巣に命令が出て、女性ホルモンが出ます。え、卵巣からの機能が終わって、閉経してもですね、閉経の後も。 男性ホルモンが脂肪組織や乳がん細胞の中で女性ホルモンに変わりますでこの女性ホルモンに変える酵素のことをアロマターゼと言いますですねで体の中に出たこういう女性ホルモンを乳がん細胞が取り込んで,でその刺激で増えていくというのがえー 女性ホルモンが関係した乳がんの方ですね先ほどから出てますように7割ぐらいの方がこの取り込み口ですね、えー、ホルモン受容体って言いますけどこのと、えー、取り込み口があるというタイプですで、えー、ホルモン療法って何かというとですね、えー、卵巣から女性ホルモンを出なくするそれから、えー、脂肪組織や乳がん細胞の中で でき,えー、できる女性ホルモンを作るアロマターゼっていう酵素を邪魔するもしくは取り込み口から女性ホルモンが入らないようにすると大きく分けてこの3つだと思ってくださいで、えー、この3つの薬どういうものかというとこの生理を止めちゃう、えー、薬を LHRHA アゴニストリュープリンとかゾラデックス注射ですねそして えー、アロマターゼを阻害する薬、これが飲み薬でアロマターゼ阻害剤、えー、アリミデックスやフ,、えー、フェマーラ、アロマシっていう薬です。そして、えー、取り込み口から女性ホルモンを取り込まないようにする、ブロックする薬が抗エストロゲン剤、タモキシフェンっていう薬ですね。えー、と今、閉経前の方、平経前の方ですね、えー、手を挙げなくていいので心の中ではいと。 思ってください、えー、その方、飲んでるとし,らしたらこの抗エストロゲン剤、ね、タモキシフェンという薬です、えー、それから閉経後の方心ではいと思ってください、えー、飲んでるとしたらアロマターゼ阻害剤がほとんどなんですけどこっちの薬も飲んでる方もおられるかもしれませんこういうふうに閉経、ね、前の方は飲む薬は抗エストロゲン剤、えー 5であればアロマターゼ阻害剤か抗エストロゲン剤というふうにちょっと整理しておきましょうでこの2つの薬について今日は解説していきます効果自分が飲んでる薬の効き目はどのぐらいかなというのは勉強していきます閉経前の方飲んでる方抗エストロゲン剤はどのぐらい効き目があるかな40%ぐらい再発を減らしますまあこういうデータがありますね ただしこれは5年間きちっと飲んだ時のデータです。ホルモン療法基本は5年間飲みましょう、えーっと。よくですね、患者さんで自分は早期だったから2年でいいんじゃないかとか1年でやめてしまおうっていう方がおられるんですけどそれに対してのデータもあります。えー、ここのの、ね、グラフの開きがが、広い方が 再発を予防しているよっていうデータです1年以下2年5年ここは一番開きが広いですね。で赤いグラフはリンパ節転移がない人青はリンパ節転移がある人要するにリンパ節転移がないような早期な方でも5年間飲んだ方がそれだけの効果がありますというデータです。 早乳がんでも5年間内服すると効果が大きいだから勝手にもう治っちゃったから2年でやめちゃえっていうことは思わないでくださいここは大事なことです。時々おられます閉経、えー、後の方アロマターゼ阻害剤はどのぐらいの効果があるかというと抗エストロゲン剤に比べるとさらにですね23%ぐらい、えー、再発を減らす。 全体でまあ50%ぐららい減らしますよ飲まない人に比べるとこのぐらい減りますと、まあ、いろんなデータあるんですけどまとめるとこんな感じですでそれだけの効果があるんですけど、えー、実はですね10年ぐらい前に、えー、5年間ホルモン療法っていうのはね今まで2年前まではそういうふうな、えー、言われてたと思います5年間飲みましょうねって言われてました えー、ノルマデックス抗エストロゲン剤を5年間飲みましょう飲みますで5年後再発しないかなというと実はここの期間も再発するっていうのが分かったんですねどのぐらい再発するかっていうのを見ると、えー、薬を飲んでるうちは15%ぐらい再発なのにこの飲み終わった後の10年ぐらい再発18%っていうデータが まあ,ね、あの世間に知れ渡るようになったんですねでまあその当時のだから乳がんは10年フォローが必要なんですよっていうのをね皆さんも言われてると思います5年間飲み薬だけど10年フォローがいりますっていうのが言われてますでもねじゃあ外来で僕がよく、えー、診察してた10年前ぐらいはこういうふうに言われました だったら10年以上ホルモン療法したらっていう風にね患者さんよく口をとんがらがして言,わ言ってましたでもその当時はデータがなかったりしたので5年のよと10年を比較した試験では10年飲んでも再発は変わんないよっていうデータが多かったんでこういう風に僕はにっこり笑顔で「大丈夫ですよ僕が見守ってますから」 僕がいるから大丈夫ですっていうふうにまあ何の根拠もない笑顔を出してました <laughs> そうするとですねよくこんな顔をされました「本当に大丈夫?」「見を守るだけなの?」っていうふうに言われてましたえこんな顔をされなくて済むようにいいデータが出ましたそれが5年間と10年間とどっちがいいかなというデータですえっとね専門用語になります「アトラス試験」と「アトム試験」 というデータが2年ちょっと前に出ました簡単にお話しすると1万3000人ぐらいノルバデックスタモキシフェンを5年間飲んでる方に追加して5年間要するに10年間飲んだ人と5年間でやめた人再発がどうかなというと実は25%ぐらい再発が減るというデータが出てそれから10年飲んだ人も いいいいい人もいるんじゃないかなかかととうことが分かり始めましたえめ、ー、まとめると今ですね5年間抗エストロゲン剤っていうのを、まあ、治療開始するときに閉経前だった方、えー、ここでまあやめてたんですけど、えー、その前にここの5年間で閉経した場合にはより閉経した後によく効くアロマターゼ阻害剤。 っていうのを5年5年飲むということをするとさらに40から60%再発を減らすっていうデータがありますだから5年間飲んでそのうちに閉経している方は閉経後の薬もう5年それから閉経してない方は計10年飲むとさっきのデータにあったように25%再発を減らすっていうようなデータが出てますじゃあ閉経後の方 それから閉経してるかどうか分かんないような方これはどうするかというとまあ早く閉経しちゃった方はですね計5年間飲んだりえっと例えば抗エストロゲン剤を2年えアロマタゼ阻害剤を3年っていうふうに飲んだりえアロマタゼ阻害剤を5年飲むのがいいよっていうデータが出てますまあねあのこの辺りに該当する方は心ではいとまた手を挙げて 主人の先生に相談してみてみくださいもう一つ問題点はですねあこういうふうにするとさらに30%ぐらい再発を減らすというデータがあります、えー、最初から閉経されてる方、えっと、手は挙げなくてもいいのでちょっと心ではいと思ってもうそろそろ5年だなというような方ですね10年って今日もお話し,しますけどどうかなっていうとまだ分かんないですね、えー、もうちょっとしたら データが出てくる試験もあるんですけど今のところ分かんないのでどういうふうにするがいいかっていうのは主治医の先生とちょっと相談してみてください。今のところないのでまた僕が見守っていますからねっていうしかないのかなと思います。じゃああとねどんななな人が10年必要なのかということですね、えー、簡単に言うと5年飲んだ後にその後10年間で再発する可能性のある人。 えー、今は日本全体で大体こんな人リンパ節転移があったような人しこりが大きかったような方こういう方は10年飲みましょうねっていうこともあると思いますそれからそれ以外の再発リスクも加味して考えるということになりますね、はいえー、と副作用についてちょっと勉強しておきましょう、ね、副作用利点薬って利点と欠点で考えていくという ことになります利点は今お話ししたような効果効き目ですね、えー、ホルモン療法ってすごくやっぱり絶大な効果があると思います他の薬に比べても欠点は副作用とお金費用だと思います高、えー、エストロゲン剤は骨に対しては骨を強くする女性ホルモンとして働きます子宮内膜にも女性ホルモンとして働くんでこんな副作用があります、えー、とホトフラッシュを起こしやすい それかから子宮体ががの頻度がわずかに上がります、えー。2、3倍に増えるんですけどもともと子宮体がんって800人に1人ぐらいしかできない病気なので800人に2、3人になるということになります。えー、でも乳がんの再発は40%減らしますよね。5年飲むと。そうすると800人中もし200人再発するとすれば800人中120人に再発を減らすと。 800人のうち80人は再発せずに済むけど1人か2人子宮体がんになりますということですね。閉、え、経、ー、前の方は子宮体がんになる確率は上がらないというデータもちゃんとガイドラインに書いてありますので、閉経、えー、前の方はあんまり心配せずにでいいと思います。次に、閉経後に飲むアロマタアゼ阻害剤ですね。よく皆さんね平型後で 女性ホルモンが減ってるのにさらにそれを減らすのっていうふうにね危機開回としたような顔で言われます危機迫ったような、ね、顔で言われますけど副作用は骨が弱くなる関節が起こることがあるコレステロール値が高くなるといったことです、えー、とまずねホテルについてホテルではホルモン療法では軽いものも含めて50%以上の方に出てきます、えー、治,治療開始して数ヶ月で 軽くなることもあありりまますす波が結構ありますただしホルモン療法していなくても大体ね皆さん女性であればいつかは経験するようなことですし約経験した方の1割ぐらいは結構ひどいものも経験しているので薬によるものだけと考えずにうまく付き合っていくのがいいと思います。対処法服、えー、服を服装を装工夫したり体を しっかかり動かす身体活動というのは運動までいかなくても体をしっかり動かすこまめに動かすということが大事です。食事禁煙食生活控え酒と言いますね酒を禁酒ではなくて控え酒いい言葉ですねえこういうことも守っていきましょうかリラクゼーションやカウンセリング薬えー保険適用外なんですけどこれで症状が減るというデータもあります。それからまあどうしてもの時には 平慶後であればホルモン療法の変更というのもありえます関節のこわばりについてですアロマターゼ阻害剤平慶後に飲んでいる薬の3分の1から1 2分の1に発症してくるとまあ大体半分ぐらいの方は、えー、あります、えー、大体6ヶ月から1ヶ月1年ぐらいの間での発症が多くて3分の1ぐらいの方は自然に軽くなっていくというデータもありますので経過を見ていくと。 といいうのが大事かなと思います、えー、対策としては冷やさないここでもまた体を動かすことしっかり動かしていくと、えー、少しは楽になるというデータがありますストレス解消リラクゼーション薬消炎鎮痛剤エトセトラいろいろありますそれからどうしてもの時にはホルモン療法の変更と、えー、やめてしまうんではなくて変えて様子を見るというのも一つの方法です継続するのが非常に大事ですね えー、骨粗しょう症骨が弱くなると,、えーっとね、生理があるうち閉経、えー、前は骨がしっかりしてますけど女性ホルモンが、えー、骨はしっかりとさせる作用があるので自然と閉経すると弱くなって大体いい骨のスカスカ度が70%未満になると骨折を起こしやすいと骨粗しょう症って言われます。対策です、えー、食事をしっかり考えて取る カルシウム、ビタミン D、ビタミン K とタンパク質、そして体をやっぱり動くしっかり動かす、それから薬、えー、ホルモン補充療法やラロキシフェンという骨粗しょう症の薬は乳がんの方は使用できません。これは、ね、女性ホルモンを補充する治療ですし、これは、えー、タモキシフェンのような薬ですのでだめです。さて、えー、まととめると 続けるべきですかやっぱりイエスです。続けるべきです、えー。ホルモン療法の効果はすごく絶大です。えー、副作用をよく知って対策をしていきましょう。えー、必要な方は必要な方ですね。全員ではなくて10年間です。長く付き合っていきましょう。10年間っていうとですね、3650 36錠。うーんっていう感じですけどね。えー、っと、先を見ずに。 一日一日を大事に飲んでいきましょう <laughs> そしてコツ付き合い方のコツですね一、えー、人で考え込まない一人でねこれ痛いんだけどもクソが薬目っていう感じで考え込まないですね主治医によく相談して何度でも相談してみる、えー、勉強会こういう勉強会やサロンや、えー、患者会を利用して、えー、同じような副作用のある方と励まし合っていくと。 いうのがいいと思います、えー。ネットばかり見ない。ね、ちょっと見てればいいんですけど、ね、やっぱりネットでね、ネガティブなことばっかり書いてあることで、一人で見てると、だん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 ね、そこに入っていってしまいます。それから体を動かす、えー、食生活、これは非常に大事です、えー。これをすると、そういう副作用対策だけではなくて、えー、再発予防にもなるというのがしっかりと分かっています。 もしね体を動かすのをどうやって動かしたらいいのかなってよくわかんないような方は、えー、今日の、you、結果が youtube に出ますのでしっかりとまた見てくださいご清聴ありがとうございました香川先生ありがとうございましたいつも楽しいぐあのお話をありがとうございます香川先生マイク持たれてちょっと前にえっと よくこういう講演会でホルモン剤のお話を聞くときにどうしてもあの副作用とかこういう辛さがあるとかっていうところが焦点が当たりがちなんですけれども今日はあの本当にこういう効果があってっていうようなホルモン治療薬のいいところを香川先生にお話しくださったと思うんですけれどもやっぱりあの日々先生の診療でそういうご相談とか多いですか 多いですねやっぱりねここは痛いんだけどとかこういう症状があるんだけど、えー、とただやっぱり2年ぐらい続けていくとだんだん皆さん乗り切り方というかですね適応力人間って適応する力があるんでだんだん適応していかれるんで最初のうちにやめてしまうっていうことをせずに続けていくその2年間ほど最初の、ね、うちを乗り切るっていうのはすごく大事だろうと思います。 はい、ありがとううございますそうですそで皆さん、あの今香川先生がねおっしゃったように乗り切るというところも私たち患者として必要なのかもしれませんでも乗り切るときに、ね、なんか香川先生みたいにね本当にこう癒し系のねで、ね、いかにもあなたに寄り添ってますみたいなねそんな感じの先生だったら私たちも頑張れそうな気がしますね。 度に引き続きあの香川先生私たちどうぞよろしくお願いしますありがとうございました。